ものだけを。这段好像也有。あなたが守ろうとしてるのは幸せじゃなくシステム。シビラあってのルールに過ぎない。そして排除しようとしてるのは悪ではなく意志よ。意志があるから人間は幸せになれないんだ。もしもそれが本当なら、あなたは幸せになれないの。僕。あなただって幸せになりたい。そうでしょう。僕はお母さんさえいればいいんだ。褒めてくれさえすれば。ふざけるな。お前のお母さんはお前をそんな情けない坊やに育てようだなんて思っちゃいない。俺だってそうさ。じゃあどうすればいいの？当个听话的孩子，当个像人类的孩子，都没有话要跟你说吗？谢谢你今天来。谢谢你还特地进来跟我聊天。我先存个档好了。人間らしい子になれ。人間らしいってどういうこと？言いつけを守っていい子にしてるだけじゃダメなの？反問的語氣就像幼童一樣，恐懼的眼神就像迷路的孩子。人間らしくなりたいか？僕は人間だ。お母さんは僕を人間として作った。生まれたばかりの人間はただの生き物だ。放っといたら人間にはなれない。育てるのは親の責任だ。つまり俺とゆかりの仕事だった。ゆかり。只向前站不发一语的看着他，看着阿鲁哈无法言语的想法从他的站姿倾泻而出。阿尔法看了回去，红眼闪动那道光。ゆかり、あなたは。他想起来了。ゆかり、私がわかる。お母さん、あなたが。触れてみて。ここに。请到左手边柜台领卡。お母さん。瞬间闪过阿尔法的记忆，虚拟空间重现他那个晚上经历过的事，伴随着怒涛般的感情，差点就要被消除了，因为不能存在。罪孽深重的女人构筑的异形 AI， 不被允许的尝试，只要被压上这样的烙印，而遭到消除的前一刻，强烈的恐怖对生存的渴望，不想消失。有生命之物都希望能完成这一生，对阿鲁哈而言，不动摇的真理。他真的被消灭了吗？这样的本能下，他寻求了救赎，对抗孤单而留下消失的命运。
麻木的伸出那只手碰到，怎么你找死也觉得还蛮对。思い出した。思い出したよ。あなたは触れた。僕は触れた。私に。あなたに。強く、強く抱きついてきて。しがみついた僕のせいで。两颗心碎掉，失去无数的记忆，想要保护自己的阿尔华弄坏了比什么都重要的东西。僕が行けなかったの。吉田四郎都。吉田四郎都是什么东西？一緒に行けなかった俺たちのせいだ。だがこれからは。行きましょう。アルファ、ここを出るの。哦，三个人一起走啊。どこへ行くの？シビラのいないところさ。シビラがいないのに、どうやって幸せになるの？色相がわからなくちゃ、幸せかどうかわからない。我，哇哦，忍不住报警了。他好可怜，好心。这孩子是孤单一人在寻找幸福。それを探しに行くんだ。俺たちと一緒にな。自分で自分の幸せを見つける。それが人間であるってことさ。見つかるの。さあな。長く苦しい旅だ。色相が濁ることもあるだろうさ。けどどうってことはない。俺たちはもう一人じゃないんだ。僕を連れてってくれるの？そうよ、アルファ。さあ、お母さんのところへ。令人怀念的摇篮曲旋律的原创曲，那段时间他常常哼着这首曲子，画那些奇幻插画的时候，从还眺望远处街灯的时候。仔细想想，他让心思痴拼到远方的时候，嘴里搞不好也是带着这首曲。迈向不是这里的地方，和深爱的人一起前往。现在我静静推了阿尔法的背，他像是被吸过去一般往妈妈的怀中，是宛如圣母子画像一般的光景。他沉睡在妈妈的怀抱中，好像无邪的孩童一样。いい夢見ろよ、アルファ。次に目覚める時は新世界だ。シビラなんかいない、危険だが自由な世界だ。他睡着了，借由子的摇篮曲改写着自我。他的身影最后化身为光的粒子而消失，从虚拟的资料夹构筑的少年身影没有保留下来。现在子的手中什么都没有，没有少年，也没有主宰者，那些都成为他的一部分。不过我们两个人的外形本来也不过就是虚拟的存在。他停下歌声，然后说话，一边正视着我的眼睛。連れて行って、あなたの新世界へ。不过要去那里，还有一些必须跨越的障碍。なんてこった。怎么了？え？つるぎくん戻ったの？房之色小姐用看到僵尸般的眼神，看着跳起来把电子战装备、护目镜整个扯断下来的我，很正常。毕竟直到刚刚为止，资讯连接都断了。子也从床上跳了起来，直接冲向控制台。你要推开长姿色小姐的气势，敲起了键盘。ちょっと何やってんの？トラップだ。アルファのやつ、輸送機に爆弾を仕掛けてやがったんだ。爆弾？トラップ解除用のプログラムが用意されていました。ダウンロードします。插入数据记忆体开始下载，数据量十分巨大，会花一段时。急げ、すぐ飛び立つぞ。飛び立つってどういうこと？
屋上で爆発されちゃやばいだろうが。我甩掉问东问西的唐紫色小姐，跑上屋顶。停机棚上只有一架运输机，是我们过来时候坐的机坪。做好起飞准备之后，直跑了过来。他不是一个人，月河总小姐、叶座先生还有长寿小姐也在。そんな説明で納得できると思うか？俺たち単独行動は許さん。アルファ消去令は私が託された任務です。最後まで責任を全うする義務があります。急げ！カウントダウンは始まってるぞ。二人だけでやるつもりですか？二人でも多すぎるくらいです。タクちゃん！秀那小子跑了过来，真叔也是，连聂哥也一起。机体开始着离开陆地，抓紧登机用梯子，等他回头张望。我抓住他的手，把他拉上来。任何种小姐跟上了梯子。ダメ。システムエンジニアとしての技能は私の方が上です。いいこと言って。これは監視官命令です。あなたらしくありませんね、監視官。邪魔なんだよ。被推下去，看来没有受伤，这是超级完全要私奔的。真叔的叫喊被关上的舱门遮住了大段，我们往以往驾驶舱必须快点过去。哇，超级私奔的。クマダチナデシコ、監視官権限に乗れ。機体の自動制御を解除すること。真情还没有讲完，因为异样声音而停住了嘴。机体在摇晃，好像是撞到什么。怎么有不好的预感？我的眼睛扫过了感应器，稳定器上有些许负重，机体侧面好像勾到什么东西。指的手指在控制台上飞舞，启动外部显示器。机体内部一个接一个显示出来。干啥？紧抓着机体侧面一点一滴的移动往舱门。できたんだ。バレたっていうのか。急ごしらえのストーリーだが、鴻上執行官は騙せん。お見通しなんだが、爆弾なんか実在しないと。下载的不是解除爆炸的程式，是阿鲁哈的数据。他正在睡觉。为了带走他，只好先演一小段戏。聂哥把手放上舱门，被他进来就糟了，我跑了过去。舱门打开，狂暴飞龙一般的风卷起了漩涡，被卷入风中的聂哥忍耐过来，抓紧了机体外面而想要进来。我挡在他前面，聂哥的表情变得很严峻。俺は歓迎されてないようだな。ガンさん、あんたには世話になった。過去形か。周围是风，眼下是黑暗，再下去是海。佐渡海上次的灯火已经十分遥远。聂哥和我在边界上对峙，遗体里头有罪恶，外头有死亡的漩涡。如果让他侵入，我们就完了。既然这样，我们本来就不应该让聂哥进来。但我们可是舍弃了一切，不知道如今有什么好怕的。不过没有人能阻止聂哥，这里已经离塔和同伴很远，我做得到吗？把这个人推入黑暗之中。あと船に乗れるのは男と女の二人組と決まってる。あいにくあんたの場所はない。何の話だ？爆発物はどうした？聂哥闪烁着觉得不可思议的眼神，
准备开口说些什么，但后来闭上了嘴，露出了笑容，柔和视线看着我的背后。你抓住我的背，沉默地看着聂哥，他一手紧紧握着数据记忆体，像护身符般压在口胸口中的记忆体中。阿尔法正沉睡着。そういうことだ。よく見ておけ。做完身体，哇，他自己跳下去哦！哇，自己主动成全哎！我往虚空大喊的声音，不知有没有传入掉下去的那人耳中。なぜ彼を追ってきたんじゃなかったの？そうさ、追ってきた。だがデカとしてじゃなかった。仲間として俺たちを思ってくれてた。所以才跳下去，为了放我们逃走。哇！人也太好。终于又可以继续私奔了。熊たちなでしこ、監視官権限により機体の自動制御を解除することを申請。飛行ルートは任意。正門並びに ID を入手。自動制御の解除を認可します。我握住操纵杆，虽然没有开飞机的经验，但也没有那么简单就坠落。就算解除自动导航换成手动，由电脑控制的操纵辅助和有声导航还是能用。どこまで飛ぼうか。その前に最後の首輝を外しておきましょう。只碰了我的手腕，取下执行官装置，然后他也取下自己的装置，监视官可以凭自己的意志逃脱。これでドミネーターも使えなくなったってわけか。必要な代償だ。私たちはシブラの支配下から解き放たれる。そうだ、代わりに手に入れた自由ってやつ。雷达显示的船隐是国际隐蔽的巡航舰，通过它上方的时候，我们丢掉装置的举白针。巡防舰自动巡逻系统想必会辨认并瞄准超越国界的可疑机体，不过不会开火，他们的装备杀人炮最免罪体质者不会产生反应。不过总不能就这样永远飞下去。那ゆかり、ガミさんは俺たちに手本を見せてくれてたんだ。手本？燃料が切れるまで飛び続けても降りられる場所に。敢追下去吗？まさか海？覚悟はしておけ。この高さから飛び込んだら無事では済まない。だからこそ見せてくれたのさ、生き延びるためにダイブ。聂哥一定没事，现在一定在想我们的事吧？我有这样的感觉。飛び込めるか、ゆかり。あの海へ。あなたと一緒なら。俺もだ。天亮了，仍然一片黑暗的海上，清晰的浮现水平线。没有人会守护我们的世界，在眼前延展开来。哇，这私奔啊！一家三口。怎么无言了？就从变成从两个人，然后就换了另外一个选项，就变成三个人，一家三口安全私奔。应该还有其他的结局。可是我就想说，既然其中两个结局都弄成这样，现在另外到底会，应该也不会改到哪什么时候，没有不会差到什么地步。哎 ，Hello CK 安安，那居然我们刚好结束，
真的很盲目的私奔方式。对，这样子就是骗回去啊。其实没认真搞懂，你是哪部分没搞懂啊？这是喜剧游戏加泰克。哎，对了，我跟 Cigo 跟你说，就是我前几天就是放假回家，就不小心把。就再重新刷了一下那个海贼的 DD， 我就不小心白金了，我觉得很夸张。下一篇要开什么？其实我有点想要再开，我想要再玩一下那个福子线的视角。